大谷の移籍先候補、ついに6球団に絞られる。今季終了後、フリーエージェントを迎える大谷翔平、ロサンゼルスエンジェルスの周辺がいよいよ騒がしくなってきたようだ。ポストシーズンへの道が険しくなったと判断した球団は、同月29日に主力6選手をウェーバー工事にかける衝撃のチーム解体を敢行。事実上の白旗宣言で来季に向け若手育成へ舵を切っている状況だ。意気消沈するチームの中で孤軍奮闘する大谷には、常に移籍先の噂は絶えない。現地3日には、ニューヨークの日刊紙ニューヨークポスト、ノビンワン記者、ジョン・ヘイマン氏が大谷の今オフ移籍先候補を6球団に絞っている。同記者が MLB 人気専門チャンネル MLB ネットワークに寄稿した情報筋によると、ロサンゼルスドジャース、サンディエゴパドレス、シカゴカブス、テキサスレンジャーズ、サンフランシスコジャイアンツ、ボストンレッドソックスの6球団が大谷の獲得に動くであろう候補チームと大胆予想。同局の公式 X、旧 Twitter にも共有され、現地でも小さくない話題を呼んでいる。具体的な理由までは言及していないが、戦力や環境面などを考慮しても、現在ナショナルリーグ西地区で2位に 14.5 ゲーム差と圧倒的な差をつけて首位を独走するドジャースが有力と見られており、他にもダルビッシュ有が所属するパドレスや鈴木誠也がいるカブスなど日本人同士の共闘が実現するのか、それとも愛着あるエンジェルスに残留するかに注目が集まっている。まあエンジェルスには残らない気がするな。監督や選手に告げることなく勝手にジオリトたちをウェーバー工事したことで、大谷と球団の信頼関係は破綻してると思う。怪我に関しては自分の判断で試合に出場し続けたから、球団に関して不信感はないと思うが、ウェーバーのあたりの首脳陣の様子を見るとエンゼルスに居続ける気はなくなるわな。ドジャーブルーも似合うし、オレンジのジャイアンツカラーも似合うわ。移籍ならやっぱり本命はドジャースなんだろうね。ジャッジとの並びが見れるようになったら MLB の FA 移籍史上過去一番の盛り上がりとなるでしょう。個人的にはパドレスに行ってもらいたい。今シーズンはイマイチでしたが、ここはチームの柱になるメンツが揃ってるし、野球が面白い。ダルビッシュとチームメイトになるのも熱いな。どう転がるかわからんが、とにかくトラウトが不憫でしょうがない。大谷と一緒にいい席先を見つけてほしい。